こんにちは。コントロールを復活させた人、本人です。本物です。ついに覚醒コレクションイベントのアップデートが来ました。今回のアップデートでみんなが思っていることをまとめました。それでは見ていきましょう。今回のアップデートでコントロールが復活しました。そうなったら全員がコントロールしかやらない。今回の一押しアップでは一体何でしょうか？バルキリーの槍でしょうか？ライフラインをモチーフにした新エリアクリニックでしょうか？はたまたカービンの復活でしょうか？全部違います。全く違います。今回のアップデートで一番期待されていたアップデートはもちろんコントロールの復活です。皆さんはコントロールやりましたか？やったよという方は天高く拳を突き上げてください。1234はい全員の拳を確認しました。そうなんです。今回のアップデートではコントロールを待っていたと言っても過言ではありません。バルキリーの槍を購入する前に、ライフラインの強化を見る前にコントロールをレディした人何人いるでしょうか？なぜコントロールがこんなにも人気なのにリスポーンは常設しないのか、未だに分かりません。コントロールはバトロワと違い、漁る時間、移動する時間がなくすぐに戦闘できるので、サクッと一人で遊びたい時なんかに最適なモードです。それならアリーナでいいじゃんという方いると思いますが、アリーナとコントロールは全く違います。なぜならコントロールは何回も間髪入れずに戦闘ができます。アリーナは敵を3人倒してしまったら次のマッチに移動し、わざわざ武器を購入する時間などがあります。また負けてしまったらそのマッチが終わるまで暇です。コントロールにはそれがありません。本当に何にも考えずに敵と戦闘ができます。正直漁る時間、移動する時間が退屈という方いると思います。そんな方のためにコントロールが存在します。またはランクなど行く前、射撃場ではなく実際の敵とコントロールでエイム練習をする方がいます。リスポーンさん、コントロール常設しませんか？なんなら1シーズンだけでもいいのでアリーナと交換しませんか？いい返事を期待して待っています。続いては今回のアップデートで追加されたバルキリーの槍が欲しい。今回のアップデートでバルキリーのスーパーレジェンド槍が追加されました。バルキリーは日本人ですので、日本の槍といえば有名なのが十文字槍。あの歴史上人物真田幸村が使っていたと言われているこの十文字槍に形がかなり似ていますので、十文字槍をモチーフにしたのは間違いないと思います。皆様この槍手に入れましたでしょうか？課金して手に入れたという方もいれば、この日のためにシャードを取っておいたという方もいました。正直羨ましいです。現在のバルキリーは使われることが多いキャラだけあって、持っている方が多いです。持ちながら移動している時、格闘攻撃のモーション、ラーメンを食べるモーションなど個人的にドンピシャです。ランパートのレンチが登場して以来初めて欲しいと思いました。ただ課金をするなら約18000円ぐらいかかります。気安く出せる値段ではありません。18000円がどのくらいの大金だかわからない方のために分かりやすく例えてみますと、4発なら4500発、または20スロなら900枚です。大金です。これぐらいあれば1時間ぐらいは余裕で遊べると思います。皆さんは今課金しますか？今週の日曜日は宝塚記念が待ち構えています。僕はそこで18000円プラスにして、その18000円をスザクに変えようと思っています。皆さんは今槍を買いますか？続いては超強化されましたライフラインが多いシーズン13で加入したキャッソーに蘇生キャラを奪われ、少し日陰に入っていたライフラインですが、今回のアップデートでようやく日に当たるようになりました。ドローンの回復量が無限になり、範囲が広くなったおかげで今までよりもドローンと距離が離れて戦闘しても常に回復されている。そんなシャブ漬け戦法が可能になりました。また蘇生キャンセルを蘇生される側が選べるようになったので、格殺がとても難しくなりました。これが地味にうざったいです。こういった強化が入ったため、現在ライフラインがどのパーティーにもいます。マップは歩く隙間がないほど青いケアパケで埋め尽くされています。正直オブラートに包んだ言い方ですと邪魔、この一言ですね。敵をダウンさせたと思ってもライフラがいるとすぐに蘇生させられ、蘇生中格殺しようと思ってもキャンセルが入り、ノックダウンシールドが展開される。やっぱり正直に言うと邪魔ですね。ここまでライフラが多いのは今だけでしょうが、ライフラ使いの方に言いたいです。そんな蘇生ガチ勢にならないでくれ。何度倒しても蘇生させられ、また倒す羽目になる。ライフラが相手にいるだけでこんなにめんどくさくなるとは予想していませんでした。味方に来たらかなりありがたいので嬉しいですけどね。続いては新たに生まれたコンビ、蘇生ガチ勢コンビ。シーズン8でかなり暴れていたオクレブコンビに続く新たなコンビが今回誕生しました。それがライフラインとニューキャッスルの蘇生ガチ勢コンビ、通称ラッスルコンビです。ア行のライフラインと運行のニューキャッスルといった感じでしょうか。この2人が敵にいるとかなり厄介です。敵1人をダウンさせた、格殺しようと思ってもキャッソーに連れてかれ、見えないところでライフラインが蘇生している。結構めんどくさいです。そこにランパートの盾やガ掃除のガスなど置かれていたら近づくのも難しいです。僕はこれを何回かやられました。かなりめんどくさかったです。なかなか格殺が取れません。ダウンさせても起こされ、ダウンさせてもまた起こされ、ゾンビと戦っている気分になります。ただこのコンビは弱点が明確です。ライフラかキャッソーどちらかをダウンさせてしまえばそこまでめんどくさくはないです。特にライフラを倒してしまえばもう余裕です。ですのでラッスルコンビは連携を取れるようにボイチャをつなぎ、絶対にダウンしないという覚悟があるものだけが使用できます。皆さんはその覚悟ありますか？続いては新たに追加されたエリア、クリニックに人が多すぎる。オリンパスに新たにライフラインをモチーフにしたエリア、クリニックが追加されました。ここは真ん中に体力が回復できるギミックがあったり、金アイテム確定の場所があったりと、序盤に降りるには最適の場所になっています。ただ降りる人が多すぎます。正直これは追加されたてだからしょうがないです。ただ多すぎませんか？多くのプレイヤーが何も合わせることなく同じ場所に集まる。これがシンクロニシティですか？噂のシンクロニシティがエーペックスで起きています。確かに戦い合いますが、死刑囚とかいるのでしょうか？敵と打ち合っていても、どこをどう行けば敵の側面を取れるのか、裏を取れるのか分かりません。さまようことになります。僕は完全に徘徊していました。個人的に建物の構造はもっと簡単にできれば、スーパーフラットだと完全にゴミゲーになってしまうので、バキの家並みに簡単な構造にしてほしいです。あれはワンルームだからダメか。続いてはなんかちょっと雰囲気が変わりました。射撃場がなんか綺麗。これ気のせいでしょうか？射撃場の空こんなに晴天じゃなかったような気がします。またなんか空に浮いていますね。あんなのありましたでしょうか？シーズン14に向けての何か動きがあるのでしょうか？ちょっと気になりますね。続いては多くの方が待ち望んだ覇権武器カービンの復活。多くのプレイヤーが使用し、多くのプレイヤーを倒してきた武器カービン。この武器がお務めを果たし、ついにシャバに出てきました。この光景に涙があふれ、赤飯を炊いた方がたくさんいると聞きました。今日をカービンの日という休日にしたいと言っている人もまあ多分どこかにはいます。カービンはやはりその使いやすさから人気武器になりましたが、弾持ちがそこまで良くないのでライトアモが足りないという現象に陥ります。その結果マップからライトアモが消えました。探しても探しても見つかりません。味方の所持玉を見ると2人とも毎回ライトアモを所持しています。ついこの間までは全く使われず、養豚場の豚でも見るかのように冷たい目で見られ無視されていましたが、今では全く落ちていません。敵を倒すと3人ともカービンを持ち、ライトアモが枯渇しています。もう弾の取り合いが味方と始まります。徐々に味方も敵に見えてきました。確かにカービンはめちゃめちゃ使いやすく虜になってしまいます。ただこれも今だけだと思っています。これからフラトラとどちらが使用率が高くなるのか楽しみです。続いては改めて気づかされましたランペも A。 カービンと一緒にお務めを果たし、シャバに出てきた武器がもう一丁あります。それがランページです。正直今回はカービンが目玉商品だったので、ランページはほぼ抱き合わせ的存在でした。ですのでランページはカービンと違って使っている人はいますが、多くはないです。確かに連射力が弱く、近距離だとまともに戦えません。ヘルミットをチャージするのも面倒です。そう思っていた愚かな時期もありました。ですがいざ使ってみるとなんかいい思っていたよりも当てやすいですし、テルミットをチャージすればかなり強いです。ヘビーアモの LMG はすでにスピットファイアがあるので、弾幕中の方はほとんどスピットファイアを使っていると思いますが、今一度ランページも使ってみてください。驚くと思います。こんなに強かったっけ？あれ使いやすいなと思うはずです。弾幕中じゃない AR 使い SMG 使いの方もぜひランページを使ってみてください。カービンが目当てだったのがいつの間にかランページに心変わりするかもしれません。そうなったら LMG と相性がいいキャラを使いましょう。そうランパートが使いたくなるはずです。さあ皆さん一緒に弾幕を張りましょう。続いては使用できる SMG がこれだけになりました。R99は今回のアップデートで主に使用されていた SMG のカーがクラフト武器に行ってしまいました。ですので主に使える SMG はボルトとプラウラーと R99。 ボルトはケアパケ武器ですので、プラウラーと R99 だけになってしまいました。オルタは今回除外します。プラウラーと R99 だけになってしまいました。皆さんR99 使っていますか？正直に答えてください。僕がプレイした時間がアップデ直後ということでしょうがなかったと思いますが、 R99 を使っている人が全くいません。初動で拾ったという人ぐらいです。ライトアーム保有者はカービンを使っている人しかいませんでした。ナイナイは正直使っていますか？現在のランクマップはストームポイントということで近距離武器を持つ人が少ないのでしょうか？それとも単純に R99 が使われていないだけなのでしょうか？カーにも勝てずカービンにも勝てない残念な武器になってしまうのでしょうか？フラウラーにはギリ勝てていると思いますが、セレクトファイアレシーバーが復活したらどうなるか分かりません。ナイナイ使いの皆さんは普及活動頑張ってください。続いてはプロ御用達武器ウィングマンがいない。ウィングマンといえば多くのプロが使っており、上級者専用武器といっても過言ではありません。赤いウィングマンは通常の3倍の連射速度と言われているので常人じゃ扱いきれません。それぐらいクロート武器として扱われていた武器です。そんなプロを目指し憧れているプレイヤーと、ただただ生きっているプレイヤーはよくウィングマンを使いますいません。このアップデート以降そういったプレイヤーが全くいません。なぜなのでしょうか？海外の配信者が配信でウィングマンを見つける手間が省けたから、このアップデいいわという猛者しか言えない言葉を発していました。イキリプレイヤーくん、君はどうした？ウィングマン使えなよ。なんで使わなくなってしまったのかな？いつもみたいにウィングマンを使ってもいいんですよ。もちろんこれはイキリプレイヤーに言っているので、ウィングマン使い全員には言っていません。20回に1回しか当たらないのに意地でもウィングマンを使い続けているイキリプレイヤーくんに言っています。やはりイキリプレイヤーくんは生きるためだけにウィングマンを利用していたということですか？悲しいです。続いては戦場にいっぱいいる騎士感がすごいスキン。シーズン13は救世主というだけあって、今回のアップではヒーロー系のスキンで溢れています。まずは銀色パッツパツの老婆さん、すごい騎士感です。 M78 レブナントからやってきて3分ぐらいで地球を守ってくれそうな雰囲気ですね。このレブナントはロボットから人造人間に進化しました。チャーライのビームを盾で守ってくれそうです。ですのでこういう言葉が出てきます。私は死なないわ、あなたが守るから。オクタンは腕が伸びてニカッと笑いそうです。ホライゾンは太平洋から出てくる怪獣を倒してくれそうです。ワットソンは忍術を使いそうです。レイスは怪人の細胞を料理しそうです。これは初期スキンでした。失礼しました。とまあこんな感じで新しいスキンはいろいろとヒーローに似ているので戦場がお似合いです。このスキンの人と戦うとなぜかこちらが悪役に思えてしまうのですが、これは正常ですか？勝った者が正義、悪役も勝てば正義になる。そう思いながらこの戦場を走り回ることになるとは誰が考えたのでしょうか？といった感じでアップデで起きた環境変化です。まだアップデしたてですので今後どうなるか楽しみです。ということで最後までご視聴ありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。終わり。